ツナ入れてみた。めっちゃ美味しい。で今かぼちゃを昨日買ってしまったので、かぼちゃのポタージュを作っています。じゃあ早速ですが、なぞなぞいただいたお題、なぞなぞを答えていきたいと思います。今日の夕飯は揚げたてのとんかつ。さて今日は何曜日？揚げたてのとんかつ、サク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 とんかつ、とんかつってことに意味があるのかな。月火水木木金土土日日、全然わかんない。揚げたてのとんかつ、今日は何曜日？揚げたてのとんかつ、揚げたてのかつ、熱いかつ、かつとんかつ、全然わかんない。フライデー、フライの日ってことでフライデー。でも答え載ってないから分からん。フライデー金曜日ですかね。当たりっぽくない？家電量販店であるものを買ったら、可愛い女の子がおまけでついてきました。さて何を買ったでしょう。給湯器キュート、ガール、給湯器じゃない？答えは載ってないのでわからないけど、じゃあポタージュミキサーかけたいと思います。なんか今日のポタージュは失敗した気がする。なんか適当にやっちゃった。やっぱさ、いくら料理でも適当はダメだね。いやー、こぼれる、跳ねるよ、やだやだ、うわー跳ねるし、めっちゃ量ある。ミスったね、完全に入れすぎ。まあなんとかなるさ、今日はなんとかなるさの精神って言ってたから占いです。給湯器で合ってるかな。給湯器で合ってそうじゃない。あ、ちょっと量多いかな。山手線の駅の駅長さんが集まった時にいつも最初に帰っちゃうのはどの駅長さんでしょうか。すぐ帰る、帰宅すぐ帰る、なんだろう。絶対に入れすぎだ、溢れてきた。なんだろう、山手線すぐ帰る、あ、見えた。そして開かない。やっぱさ、適当はダメだね。開かなくなっちゃった。大崎？あ、お先にってこと？お先に、大崎に。あ、なるほどね。なんか久しくなぞなぞしてないからすごい難しく感じるんだけど、やっぱみんなさ頭いいね。待ってね、どうやったら開く？もう開かない？もしかしてだけど
開いた。ちょっとずついきましょうか。うん、匂いはいい感じ。そうそう。おお、これこれ、え、やばい、今日大丈夫か、私なんか事件起こりそう、このまま過ごしていたら。あちちちあちあちあち、うん、おいしい。あとね、スカイツリーのてっぺんにいる犬は何みたいな謎々もあった気がする。なんだっけ、謎々の問題。スカイツリーのてっぺんにいる犬ってなんだ、だってなんだってさ、謎々っぽいですよね。なんだスカイツリー。スカイツリーって何メートルだろう。スカイツリーって何メートル。あ、武蔵じゃなかったっけ。武蔵、武蔵、武蔵って犬いないよね。ねえ武蔵だよね、やっぱり武蔵、武蔵。え、柴犬日本っぽいから。え、何、スカイツリーのてっぺんにいる犬って。スカイツリー、スカイツリー、なんかゆいゆいの写真集に写ってるワンちゃんはスカイくんって名前だったって言ってた。じゃあスカイくんかな。スカイツリーのてっぺんにいる犬。あ、ポタージュやっぱり失敗かも。なんだろう、え、本当に何、ゴールデンレトリバー？え？あ、飼ってみたい飼ってみたいっていう話だった。スカイツリーのてっぺん、スカイツリー、スカイ、全然わからない。関東メンバー、チームメイト関東メンバーみんなで海外行こうとしています。全員のパスポートを持って中を確認していたゆいゆいが、私だけ持ってないと言っています。ゆいゆいが持ってないものは何でしょう。全員のパスポートを持って確認していたゆいゆいが、私だけ持ってないと言っています。え、パスポートがまだ青いとか、まだ赤くないとか、何これ謎謎。あ、名前に隠されてんのかな。オグリユイ、なんだろう。チームエイト関東メンバーみんなで海外へ行こうとしています。全員のパスポートを持って中を確認していたユイユイが、私だけ持ってないと言っています。ゆいゆいが持ってないものとは一体何でしょうか。あ、
え、すごい。チケット券。なるほどね。はあ、東京都だからか。うまくできてる。やばいやばい、もう何分もだけど、え、40分までだっけこの配信。ねえ、あっという間すぎる。やっぱさ、15分っていう配信は向いてない私には。なぞなぞもっとやりたいのに。じゃあランキング見ます。こう20じゃない、32コージーありがとうございます。31位アスマありがとうございます。30位サチありがとうございます。29位マックスフィルジェルみたいな感じかな、ありがとうございます。28位ちずこちゃんありがとうございます。27位パルサ2000ランチュありがとうございます。26位ミヤコブルーグンミニア研究生ありがとうございます。25位ゼファグンミニアありがとうございます。24位ナリゾウありがとう。23位ワンタンメンありがとうございます。ランキング変わった。32位チーズコシャンありがとうございます。31位アッシュ2号ありがとうございます。30位ジジありがとうございます。29位ゼファグンマニアありがとうございます。28位ユーマちゃんグンミニアありがとうございます。27位タマありがとうございます。26位ナカケンありがとうございます。25位戦国フミゾウありがとうございます。24位モンゴリアンプッチョありがとうございます。24位言ったか。23位藤子グンミニア私も一人カラオケ中、あ、まだカラオケしてんだかな、ありがとうございます。22位リラン、え、ばば、22位リンクルグンミニアありがとうございます。21位マックスフルージェルありがとうございます。20位はおやちゃんありがとうございます。19位コウジありがとうございます。18位アスマありがとうございます。17位チャーグンマニアグンミニアありがとうございます。16位ナリゾウありがとう。15位ミヤコブルーグンミニア研究生ありがとうございます。14位ワンタンメンありがとうございます。13位ジェリーありがとうございます。12位ヤッチハニハも予約して、お、ありがとうございます、待ってます。11位清水、お、同じ名前ありがとうございます。10位ヒカル 400X マリアちゃんをミニにスマッシュありがとうございます。9位ハンハングンミニア奇跡は間に合うのか、どうだろうか、ありがとうございます。8位リョウ幕張のグンミニアありがとうございます。7位トチ太郎ありがとうございます。6位カズミングンミニアはなんだ、なぞなぞありがとうございます。5位船長グンマニアありがとうございます。4位カンタとカンカンありがとうございます。3位うなぎ犬グンマニアありがとう。2位ハギハギももちゃん大好きありがとうございます。そして1位ソウスケ群馬のなぞなぞ女王を見に乗せようありがとうございます。全然答えられなかった、なぞなぞありがとうございます。給湯器で合ってんのかな、電化製品買ったら可愛い女の子がついてきたってやつ、給湯なんだろうね。なんだ、あ、わかった、除湿器、除湿器、除湿器だ、イエーイ、最後にわかった、ちょうど40分、やった、除湿器。スカイツリーは危険、あ、そういうこと、危険ってこと、危ない、危険、剣が犬ってこと、なるほど、バイバーイバイバーイ、あ、次は9時かな、次は、全然出てこない、出てきた、あ、次は8時45分だって。
1時間後だ。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。ありがとうございます。